はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト6、続きやっていきたいと思います。前回ね、このモンストロ来ましたね。これね、何やら、足があります。よし、ついたついた。ここはモンストロだな。街の雰囲気は明るいわね。でも、どこか気になるのはなぜかしら。広々としていて、とても住み心地が良さそうな街ですね。ということで、ここでですね、ここだったかな。ちょっと間違ったらごめんなさい。あ、ここで合ってますね。ここに、この方がいるんですよ。いてててててえ、私が英雄ですって。いや、お恥ずかしい。魔物はなんとか退治できましたが、これこの通り魔物にお尻を噛まれちゃって、あはは、本当にお恥ずかしい。でも町のみんなに笑顔が戻ったのが何よりなんですよ。それはそうと旅の方、もうそろそろ日も暮れる頃、今日はこの町で宿を取っていかれると良いでしょう。あたた、ということでね、この方はね、アモスさんという名前なんですけど、この町のね、英雄なんですね。それでね、この足ありますよね。おそらくモンスターですよね、これね、怪物。それと戦った英雄みたいな感じらしいんですけどね。お尻を構えられたらしいです。それでね、もう日も暮れる頃なので、宿屋に行けということで、前回ね、宿屋以外を回りました。ということでね、なんか上にもなんかありますね。まずは回りましょう。昨夜からこの宿に泊まっているんですが、どうも疲れが取れません。夜中に何かものすごい地震があったような。はて、あれはやはり夢だったんでしょうか。夜中に地震あったらしいです。お、ロッケッソ。お金。じゃあさっきの人たちだね。うちに泊まるよりも明るいうちに次の町まで行ったらどうかね。はい、そうそう、それがいいさ。さあ早く行きなさい。まあ、泊まって行かれるが良いでしょうってね、アモスさんは言いますけど、ここの方はね、泊まらない方がいいって言ってますね。宿屋なんですけどね。なんですけど泊まりましょう。どうしても泊まるのかい。はい、まあ仕方ないか。じゃあごゆっくり。なんか聞こえますね。お客さん、外へ出ちゃいけません。いいですね。何でもありません。何でもありませんから心配しないでくださいよ。何でもないわけないよね。あわわ、これだ、地震だ。夢じゃなかったんだ。この町では毎晩これと同じことが起きていたわけね。さあ、この町の秘密をこの目で見るために屋上へ行きましょう。なあレック、そこにある階段から屋上へ上がってみようぜ。さて、怪物がいますね。これの足跡なんでしょうね。ここからじゃ何もできないわね。どうするレック。なんだあれは。あんな大きな魔物がいつの間にこの町に入ってきたのでしょう。はい、もう勝手に戦いになりますね。モンストラー、まあ、町の名前みたいなね感じですけど、ユカリとか聞くかな。スクールットメラミ行ってみましょうか。お、効かないね。お、メラミ効きますね。ということで、あ、道具で炎の使いじゃ効くってことですよね。でメラミが効くので、まあ、メラミね強いですけどね、まあ、今のうちかなっていう。おお、強いですね。主人公はとりあえずもブーメランどうしようもないんで。と、身を守ってる。もうそんなん関係ないっすね。お、なかなかの強さ。大地が揺れる。だって危ないっすね。ホイミ。ホイミ、まあ主人公早いんで。あとは、道具。炎の爪。あと自分に、まあホイミでいいか、とりあえずは。で、ゲントの爪を、サボる。ホイミはもう早いんでね、主人公とミレイさん。はい、ということで、まあ自分にホイミでもいいけど、ハサでいいか、ここはとりあえず。これデント使えばいいか。60は大丈夫でしょうけどね。お、倒した。まあベホイミ使っても満タンにならなかったんで。配信の基盤
ちなみに、これ負けても大丈夫です。やめてください。この怪物は、どうかこの怪物を殺してしまうことだけは。誰か、アモス様を早く。アモス様だったらしいですね。アモス様。とうとう見てしまいましたね。そうです。あの怪物はアモス様。夜になるとあのような姿になってしまうのです。と、詳しいことはまた明日の朝お話ししましょう。さあ、今夜はもう怪物も出ないはず。ぐっすりとお休みください。レック、昨夜はよく眠れた？それにしてもあの魔物がアモスさんだったとは驚いたわよね。魔物に噛まれてアモスさんはあのようなことになったのでしょう。私たちまで何かできることがあればいいのですが。さあ、朝だ。とにかく宿屋の主人に話を聞かなくちゃな。そうですね。やはり地震は夢ではなかったんだ。この町には何やら人に言えないような秘密があるのかもしれませんよ。そうですね。秘密は終わりなんだけどな。夜中の出来事はアモスさんのためにも黙っておきましょう。この人はこのまま何も知らない方が幸せでいいでしょうね。目が覚められましたか。あれを見てしまった以上お話しないわけにはいきますまい。あの日以来、アモス様は、ようと、あのようなお姿に。アモス様がああなられたのは、魔物退治の時、そいつに噛まれたのが原因のようです。しかし、町を助けてくれた彼をどうして追い出すことができましょうか。どうか雄弁のことはお忘れください。みんな知ってるんですけどね、アモスさん本人は知らないんですよね。で、噛まれたことによる魔物になったけど英雄だからね、追い出すわけにもいかないと、そういう話です。神も時にはいたずらをなさる、すごいことです。いいですかな？このことは口が裂けてもアモス様にはご内密に。もし自分が怪物になるとしたら、アモス様のことです。きっとこの町を出ていってしまうでしょう。くれぐれも秘密にしておくよ。お頼み申しますぞ。ということでね、アモスさんに会えるわけですけど、ここね。どうかしましたか？旅の人、私の代わりに何かついていますかな？いいえ。ではどうして私のことそんなにまじまじと？何？病気のことなら心配はありません。町の人たちがとても良くしてくれますから、きっともうすぐ回復するでしょう。アモスさん病気でね、昼間はいつも寝てばかり。夜は元気なんだけど、あれじゃあね。元気だよね。そうか、あんた見たのかい。初めは俺たちも驚いたさ。でもな、町を救ってくれたアモスさんだ。あのくらい我慢しなきゃ罰が当たるぜ。特に暴れるわけでもない。夜に歩き回るだけだからな。害はないみたいなね。いらっしゃいませ。これは僕のパパに言ってくださいな。なんかあるかな。とりあえずね、情報はね、変わり果てたアモスにあったんだね。あの姿になった時のことは全く覚えていないらしいよ。うちのじいさんに昔飲ませた理性の種でもあればね。理性の種はどこにあるのかって？この町の北にある山のてっぺんまで行けば拾えるはずだよ。けど昔とは違って、北の山には強い魔物がたくさんいるからね。いくらアモスを助けたくても、わしら町のものでは無理なんじゃよ。ということでね、北の山にね、行ったら理性の種があると。これ情報ですね。これを取りに行こうと思います。ちなみにね、あれ聞かなくても、理性の種は取りに行けるんですけど、一応ね、そういう情報があるって分かってから行った方がね、分かりやすいと思いますんで。これね、ちなみに入ってやると、一体何が？とか言って騙されませんよ。さっき顔を洗ったばっかりですからね。わはは。アモスは気分よく笑っている。事情を説明しますか？これ、はいにすると、話してしまいますね。で、いいえにするとね、話しません。で、いいえのままでいいと思います。ペギラも覚えた。北の山に向かうんですけどね、ここですね。前回ね、ここら辺敵もあったんでね、ここまでちょっとカットしちゃいましたけど、今の一瞬でちょっとレベル上がっちゃいましたね。ミレウさん。よし、この山のどこかに理性の種があるんだな。パッと見は静かそうなところだけど、魔物には気をつけましょうね。理性の種がすぐに見つかるといいのですが。いろいろ回ってみるのもありかなーとね。素直にまっすぐ行かないんですね。あと、おすすめのね、職業なんですかとかね、質問あったんですけど、どうでしょうね。攻撃と、好きなキャラはね、はあると思いますけど、自分でしたら、この4人パーティーなんでね、アタッカーと、回復はバランスよく入れてますね。
あと呪文、後ろの2人はね、どっちかといえば呪文系なんで、あ、そうですね、回復は欲しいんですよね。できれば、まあ、最初主人公を僧侶とかにしておいて、ベホイミを覚えるまで、ね、戦ってベホイミとか覚えさせちゃえば、まあ、自分の場合ですけど、主人公がね、ハエテのリング装備してるんで、早いんで、まあ、先に、ね、先手打ってベホイミ使えるとかね、まあ、そういう話もありますね。はい。なんかありそうでないっていうね。この山の上には理性の種があると出てきたのですが、ここに住んでる怪物どもの強いことといったら、もうでも耐えたんだね。理性の種を探すお仲間がいましたね。先を越されることはなさそうですが、急ぎましょう。どこから来たのかわからないけど、この商人さんよくここまで来られたわね。そうですよね。このおっさんもうここで諦めたのかな。まあ、まあ、ああ、武道の城にいるようなモンスターですね。とりあえず後ろの二人がね、HP 少ないので、まあ、手っ取り早くいろいろ覚えたいのはあるんですけど、先にレックとハッサンがね、まあ、回復系を覚えて、後ろの二人が、まあ、アタッカーにしてもいいんかなってのもあるけど、どうせなら強いね、攻撃力の高いものをね、やっぱ高くしたいかなと。長所をやっぱ活かした方がいいんかなとかね、やり方はまあ人それぞれだと思いますね。何がいいってのはないので、まあ、自分が一番やりたいのがやっぱ一番いいんじゃないですかね。まあ、自分のね実況なんで、まあ、自分だったらこうしますみたいな感じでやってますんで、決してこれ正しいってわけではないので。お、これ左かな。で、自分のね実況ね、まあ、今まで、まあ、見てくださってる方だったらわかると思うんですけど、まあ、攻略本とかね、一切見ないんで。何々した方がいいっていうのはね、攻略本見てるのと変わらないので、まあ、参考にはしますけど、まあね、自分なりにやることが多いような実況だと思いますね。あ、なんもないね。まあ、そんな感じで見ていただければいいかと思います。お、ドッグスナイパー。あ、そうですね、これね。あと、初のものはね、イオラでいいか、ここ。あ、イオラじゃない、イオか。まだ覚えてないのね、イオラはね。ん、一発になった。まあ、熟練度上がってもね、なんだろう、なんか増えるってことはないと思いますけどね。さて、うん、どっちだろう。まあ、左もなんかありそうだけど、左は宝箱あったりとかするかもしれないけどね。もうずっと家でいいかな、とりあえずは。戦闘自分逃げないので結構ね熟練度たまるんですよ。あ、こっち合ってるかな。また鳥を忘れたりしたら嫌なんでね。はい、もう攻撃でいいと思います。うーん、下宝だよな多分。まあ、なんもないね。ってことは、あ、正解。モーニングスター。まあ、戦士にしたからってね、チャモロを戦士にしたとって、まあ、剣が装備できるとかそういうわけではないんで、ね、確かね。シックスはちゃんとキャラによって決まってたと思うんですけど。こういう時ちょっと危ないですよね。だから、まあ、ミレルさんは防御で、まあ、一発レギュラーも耐えられますので、ね、お、深海になった。
とここ右だね。うっかりしてるとね、落とされますんで。おー、ミスりますね。じゃあ、ここは防御で、まあ、こんな感じでやっていけば、HP 少ないんでね、まあ、ミレイさん一番後ろでもいいですけど。まあまあともかく景色はいいところね。まあやられないようには行こうかなと思いますけど。もうなりほう。魔法使いなのに、まあ、剣装備してたりとかね、しますね。なんですけど、やっぱ戦士の方がね、やっぱ攻撃力が高かったりとかしますんで。ベギラまでいいか。もうグループなんで。とりあえず50以下にはならないようにしようかなっていう。あ、こういうのちょっとやる。今、ハクさん当たってくれれば。消費しなくて済んだんですけどね。だから戦ってると相手の HP も分かってきたりするので、お、もう一番上かな。まだか。まあ、ザキとかはねしょうがないですけどね、なるべくなら落ちたくないので、ましては全滅は絶対したくないんでね、自分の場合。お、一人前になった。メダパに覚えました。今の職業状態、熟練度が3、3、3、2、4。魔法使いが4だね。この山は思ったより入り組んでるようだな。まあ、まだともかく景色がいいところね。まあ、同じこと言ってますけど。お、危ね。お、一人前になった。まあ、50あってもね、集中されたら落ちますからね。とりあえずチャモールじゃないんで、まあ、ザオルある使えるんで、落ちたとしたら生き返れますけど。どうしようもないときはね、本当にどうしようもないですからね。お、こう取ってなかったとき、あ、そこに宝あるじゃんっていうパターンですね。先ほどこのベギラマだけで済んだので、あ、一番後ろが外れてる。まあ、おすすめとは言いませんけど、まあ、ドラケ6はね、もう逃げない方がいいかなって思いますね。戦わないと強くならないんで。まあ、強くなる、確かにそうなんですけど、この熟練度もね、戦闘回数なんで。お、危ない。うっかりしてると落ちますもんね。先に。倒しちゃおうかな。ね。あ。茂みの中から一本だけ賢そうな草が顔出してる。引き抜きますか？はい。いたたたた。なんと草が喋った。こら、わしを引き抜こうとはどういうつもりじゃ。お前さんらが探しているのはもしかして理性の種じゃないのか？はい。じゃったら見てみ。わしは種じゃなくて草じゃぞ。
種ならそこらの地面に落ちるじゃろ。よく探してみることじゃ。生まれてこの方、草に怒られるとは思ってみなかったぜ。確かに言われてみれば、私たち探してるのは種だったわね。普通にあるからね。種、種と、早速探しましょう。種、種、種。さあ、どこにある？敵が出てきた。いやらしいっすね、これね。オークマンはそんな強くないね。お、ありました。茶物は理性の種を手に入れた。早速モンストロの町に持ち帰りましょう。一刻も早くアモスさんに飲ませなくては。これでアモスさんの病気が治せるわ。へえ、これが理性の種ってやつなのか。これを植えたらこの葉っぱじいさんみたいなのが生えてくるのかな。さて行きましょうか、モンストロ。とりあえずアモスさんの下りですね。ん？あなたたちはとっくにこの町を後にしたかと思ってましたが、この私たちに何か用でも。はい。ネックは理性の種をすりつぶしてアモスに飲ませた。うわ、苦い。これは何の薬？うぐ、ぐわまさか理性の種の効果が裏目に出たの？ここは何としてもおとなしくしてもらいましょう。まずいな、レック。ここは本気で行くぜ。じゃあ本気で行かせていただきます。なんちゃってね。なんてね、びっくりしたでしょ。わはは。ということでね、こういう流れになりますね。これ本当のことを教えてたら、もうここに来た時点で確かいなくなってたと思うので、確かね、理性の種取りに行って戻ってきたらいないんかな。しかし、今わかりましたが、私が怪物に変身していたのは幻覚ではなかったようですね。とすれば、これまで私は町の皆さんにどれほどの迷惑をかけていたことでしょう。しかし、さっきの薬のおかげで、たとえ怪物に変身してもちゃんと理性を保っていられる。そればかりか自分の意志で自由に怪物に変身できるようになったみたいですよ。そうだ、この力はきっと皆さんのお役に立つはず。私もこの町でいつまでも世話になっているわけにはいかないし、こいつをさせていただけませんか。はい。おう、やった。はい。ということでね。まあ、選択儀をね、ちょっと失敗すると、アモスは仲間にならないので。で、仲間になってね、とりあえず今はメインこの4人なんで、では、私は一足先に街を出て外で待っていますから、それでは。はい。ということでね、まあ、この街もまあ、救われたっちゃ救われたんですけどね。はい。こういう感じです。アモスさん。そして、このアモスさんなんですけど、まあ、職業またね、慣れますよね、これもね。で、変身っていうの持ってますので、ただ変身するとね、勝手に動いたんじゃないかな、これ。ちなみに、ここ行く前にね、別データにセーブしてますので、ちゃんとね、本当のことを教えたとき、まあ、どうなるのかとか最後に言いますよ。まあ、自分はアモスさん入れていく感じでやりますんで。まあ、板に越したことないんでね。まあ、アモスさんなんですけど、とりあえずね、まあ、どれがいいかな。まあ、戦闘に出すことないんで、ここら辺上げてもしょうがないんですよね、ぶっちゃけ。だから、洞窟とかだとね、連れていけないかもしれないですけど、僧侶とかにしとくと、まあ、ベホイムとか使えるので、で、魔法使いでもいいんですけど、魔法使いと僧侶で賢者になれるんでね。かといって、魔法使いにしても別にまあ、攻撃系ですよね、魔法使いってどっちかといえば呪文でもね。なんで、まあ、戦闘に出さないんであれば、まあ、スタンバイで置いとける僧侶で覚えてから魔法使いに変えてね。ベホイム使えるようにしとけば他に何でもなれますんで、まあ、その後ね、上級職になってもいいでしょうし、盗賊とかでね、まあ、これだとレミラーマとかね、まあ、確かそんなの覚えてね、物が起こって時光るとかね、まあ、光ってますけどね、まあ、そんな物を見つけやすくなったりとか、まあ、そういうのもありますけど、まあ、僧侶にしとこうかな、とりあえず回復キャラね、いっぱいいたに越したことないんで。
とりあえずね、メラミはね、まあ、今使えるっちゃ使えるときは使えますけど、後でね、だんだん敵も強くなってくるので、まあ今だけっていうのがあると思いますので、まあとりあえず魔法使いにした時点で覚えられるんで、まあ持ってて損はないでしょうけど、回復系ね、早く覚えたければ、まあ先にそっち側上げてもいいですよね。まあ自分で魔法使いやって、まあ極めてからね、ソウルにしようと思ってますので、後でね、まあどうしようかなと思ってね、まあ攻撃しながら、まあ回復集めた方がいいのかとかね、まあ回復しながら、まあ呪文系で、まあ呪文系っていうか攻撃系の呪文で、まあ攻撃した方がいいのかとかね、まあいろいろやり方ありますけど、まあどう、バランスよくね、全員ね、同じような職にしなければいいと思います。まあ攻撃と、まあアシストとね、まあ回復系とかね、まあそんなバランスよく持っておくのがいいんじゃないでしょうかね。はい、ということで、アモスさん、真実を告げたときどうなるか見てみましょう。はい、アモスさんに話す前の状態に戻ってきました。まあ戻ってきたというか別データですけどね。はい。一体何が？とか言って騙されませんよ。さっき顔洗ったばかりですからね、と。はい。アモスは気分よく笑っている。本当に夜の変身のことを話してしまうんですね。しまうんですねって聞かれてる。はい。レッカはついに話してしまった。え、私が、よほど、怪物に、またまたそんな冗談を、もうちょっとで信じてしまうところでしたよ。わはは。ついに言っちまったか。でもまあ本人が真に受けなかったようだから、ほっとしたけどな。アモスさんの今の返事どう思う、レッカ。自分が怪物になるという話を、実は信じたのか、本当に信じなかったのか。ついに話してしまいましたね。これがいい結果に結びつけばいいのですか。え、私がよほど怪物に、またまたそんな冗談を、もうちょっとで信じてしまうところでしたよ。わはは。ということでね。とりあえずね、ここで、普段だったらね、よし。まあ、ここでぐるぐる回ったとして、理性の種の話聞いて、あ、それを取って仲間になるんだな、とかね。初めてプレイした時だったらそう思うかもしれないですけど、でね、ここで戻ってきて、レベル上げて、よし。まあ、セーブして、取りに行こう、みたいな感じになってね、ちょっと北のとこ敵強かったからレベル上げようとか思ってね。あ、アモスいるじゃん、大丈夫じゃん、とか思って、まあやっちゃいますけど、これでね、北の山をね、攻略して戻ってくると、またね、違うんで、まあちょっともう一回やんなくちゃないんですけど、面倒ですけど、やっちゃいます。はい、ここまで来たんですけど、これ、ね、調べても何もないですね。これ、ね、話さないとね、ちゃんとフラグが立たないっていう。はい。今これ調べても入んなかったんで、これで、戻ってね、アモスさんに、こう飲ませようとしますよね。まあ、今回はね、検証でね、まあ、自分知ってたんですけど、案外ね、ここ初めてプレイ、まあ、周りね、こうドラクエ6初めて出た時に、まあ、みんなやってたわけですけど、まあ、自分のお友達とかね。結構ね、ここで本当のこと喋ってしまって、アモスが入んなかったっていうね、話聞くんで、はい、いないんですよ、実は。主のいない家はちょっぴり寂しいね。せっかく持ってきたのに、いないんですよ。くんくん。誰もいないと広く感じるな。アモスさんの家って結構広かったんですね。理性の種が欲しいのか、アモスさんが仲間にしたいのかっていう話ですよね。まあこういう感じになります。この町の英雄アモス様のお姿が消えてしまったのです。一体あの病気のお体でどこに行かれたんでしょうか。アモス様の身が心配です。せっかく元に戻れたのに、あのままどっか行っちゃったんですね。実はもう気づいてしまったと。はあ。アモスさんがいなくなってからこの街はまるで火が消えたみたいですよ。まったくどこのドイツだよ、アモスの旦那に秘密を喋っちまったやつは。不思議なことがあるもんですね。アモスという人がいなくなってからこの街には地震が起きなくなったんですよ。おかげでぐっすりと眠れます。いや、よかった。まさかアモス様にあのことを話したのはお前さんたちじゃなかろうね。はい。まあええ、誰にでも過ちはあるもんじゃ。もう取り返しはつかぬが一つ勉強になったと思って、これから先は気をつけるんじゃな。もはやアモス様のことは探しても無駄じゃ。諦めるしかないの。ということで、まあモンストロのね、バッドエンドになります。なんで、ね、本当のことを、まあね、話してしまうといなくなってしまうので、まあ仲間にしたい場合はね、本当のことを話さず、リセン種取りに行ってね、戻ってきて、まあいるうちにね、リセン種飲まして、まあ自分でね、変身を自在に操れるようにしてね、まあ仲間にするしかないので。で、仲間になったらなったで、転職とかありますんでね。まあ僧侶にして自分みたいに回復するのもよし、まあ盗賊でね。まあ忍び足とかね。あんなのもありますしね。職業によってはね。だからそれで、まあ外のモンスターね。まあ出現しにくくなりますので、
まあそれでね、まあ、モンスターと戦闘避けるのもよしですけど、自分ね、なるべく戦闘したいタイプなんで、まあ回復取りましたね。まあ戦ったらね、絶対 HP 減るので、まあ回復しながら行く感じです。まあ自分はやり方そうなんですけど、決してね、これが絶対合ってるってわけじゃないので、もう本当にね、自分の持ってる方はね、自分のやりたいようにやるのがゲームなんでね、やっぱ自分で一番楽しんだ方がいいと思いますので、まあ本当にね、やりたいようにやった方が楽しめると思います。まあね、そのためのね、やっぱ、いろんな方がやってると思いますので、まあ、自分 RPG はやっててね、まあ、常にそう思っているのでね、まあ、自分の個人的な意見ですけど、まあ、攻略を見てやるのもいいし、まあ、こうした方がいいとも言いませんし、これがダメだとかね、これがいいよとかも言いませんので、まあ、自分はこうしますって感じの配信なんでね、そういう感じで見ていただければいいと思います。そしてね、今回ね、この2通りあって間違いやすいってことだったので、まあ、検証させていただきましたけど、今後もね、今後とかこの先も、まあ、選択肢ありましたよね。先にこれ取ったらあれだとかね。ハッサンの仲間になる時も、塔の攻略の時に、ちょっと時間かけるとね、ハッサンが先に一番上ついてしまうとかね、そんなのもありますけど、いろいろね、ドラクエ6ね、細かいところありますので、まあ、ここはちょっと取り返しつかないですけど、他はね、なんとかなるとこはなんとかなるんですけどね。まあ、そんなあるんで、要注意しながらやってみた方がいいと思います。で、今後も、まあ、こういう選択とかね、あった場合でも、まあ、こういう重要なとこはね、取りますけど、まあ、もう一回取ったりとか多分しないと思いますね。今回だけだと思いますので、まあ、たまたまにちょっとね、気になったとこだけ自分収録してる感じなんで、まあ、そういう目でね、見ていただければいいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。